時は安土桃山時代、摂津の国の石山本願寺宗主顕如は元亀元年1570年9月に織田信長への対決姿勢を示すと、各地の本願寺門徒に呼びかけ一向一揆を起こさせる。室町幕府将軍足利義昭の描く信長包囲網の一翼として、本願寺は織田軍との一進一退の攻防を繰り返していたが、東より織田領を目指す最有力大名の武田信玄が病死し、将軍義昭も牧島城の戦いで信長に負け京を追放となってしまい、包囲網は崩れ出す。その後も信長は手を緩めず、敵対する越前の朝倉義景、近江の浅井長政を滅ぼすと、長島一向一揆、越前一向一揆を殲滅作戦にて徹底的な壊滅に成功する。地方の門徒衆が滅亡していくことで次第に追い詰められていく顕如であったが、ここで新たな支援が入る。将軍義昭の呼びかけに中国地方の毛利輝元が信長包囲網に参加を表明すると、瀬戸内海経由で兵糧や弾薬が石山本願寺に届けられる。息を吹き返す本願寺にとどめを刺すことを決めた信長は本格的な包囲戦を開始する。権六殿、何故そんなに上機嫌なのじゃ。そりゃ朝倉や浅井を倒し、武田の小せがれも設楽の原で返り討ちにさせたのじゃ。織田軍は敵なしじゃでな。ははは。権六殿、まだ武田も健在じゃし、北条もおる、西には浮田山織も侮れん。今様違いまする。柴田様が上機嫌なのはお市様が無事岐阜城に入られたからですな。さる、その通りじゃ。あっさり認めましたな。おお、お市様が無事なことが何よりの喜びじゃ。そういえば先日茶茶様に木刀で叩かれていましたな。何かしたので。それはお市様の弱み場を覗いていたんじゃ。信盛、それは違う、誤解じゃ。権力と、どのち、違うのです。たまたま通りかかったらお市様が。権力、何を申しておる。あれ、権力は春より北陸方面の制圧に向かうのじゃ。権禄を総大将に、前田利家、さっさなりまさ、桑光春を与力につけ、まずは急ぎ加賀を制圧せよ。加賀は長い間一気持ちの地でしたな。うむ、この地を上杉謙信が狙っておるという噂も耳にした。上杉とは同盟関係にありまするが。上杉とは近々同盟破棄となろう。おそらくまた将軍義昭が裏で動いておるのであろう。殿、では春より北陸軍総大将として加賀制圧に向かいまする。うむ、頼むぞ。して長秀、新たな居城の布陣は進んでおるか。はい、秀吉と共に安土山一帯の縄張りを経、これより近江の阿能衆と共に石垣作りに取り掛かりまする。こちらも急ぐのじゃ。大手道は帝をお迎えするにふさわしい総石垣で頼むぞ。はは。光秀、ただいま京より戻りました。光秀、こたびの表情には呼んでおらぬが、いかがしたのじゃ。摂津の石山本願寺に動きがありまして、急ぎ知らせに参った次第。やはりか。やはりと言いますと。上杉謙信からの同盟破棄とも取れる動き、そして長島や越前での一個一揆鎮圧でおとなしくしておった顕如がここで動き出した。これはまさしく将軍義昭の企みじゃ。またですか。懲りぬ将軍様じゃ。あやつは今毛利輝元の庇護下であったかの。光秀、石山の動きを詳しく申せ。はは。摂津の荒木村重殿からの報告では、長島や越前から落ち延びてきた門徒衆が続々と石山に入り、その数3万とも4万とも言われ、静かにしていた顕如も打倒織田の声を上げ出したと言っております。本願寺軍は以前織田軍が建てた牢の岸砦を奪うと砦の改修を始め、また大阪湾に接する基地にも出城を設け、海からの補給を行っているとのこと。兵糧米や弾薬等の支援は中国地方の毛利水軍や村上水軍が担っているようで、荒木殿はこの野田城に入り海の監視を行っておりまする。え、あるか。やはり殲滅から逃れた一向衆は石山に向かいましたな。うむ、この総本山を潰さねばぶつぶつともは静かにならぬな。石山もこれまで同様に兵糧攻めとしまするか。そうじゃな。これで西に毛利、
東に上杉が敵となったことが判明した。これまでのように織田主力で本願寺に当たることは厳しい状況じゃ。上杉の抑えは権禄に任すぞ。本願寺へは徐々に包囲し兵糧攻めに持っていく。光秀と信盛は急ぎ摂津に向かい、伴直政、細川藤孝、筒井純慶らと合流し、京海道の抑えとしてこの森口に一つ、東の奈良海道の抑えにはこの森川地あたりに一つ、あとは紀州海道の抑えにはこの天王寺がよかろう。この三箇所に砦を築き、石山を牽制せよ。そして大阪湾からの毛利の補給路を断つのじゃ。こたびは一向宗の総大将賢女との戦いになる。奴を潰せば一向宗は黙るであろうで、殲滅の策は取らぬ。戦う意志のない一般信徒や女子供は赦免とし、石山から出るように伝えるのじゃ。本願寺門徒を許すのですか。うむ、先にも申した通り、こたびは織田全兵力を注ぐことはできぬ。無駄な決戦は避け、兵糧攻めに持っていく。長丁場になりそうですな。数年はかかろうかの。わしは京に入り、朝廷に赴き後に摂津へ向かうとする。秀吉、と申せよ。はは、喜んで。こうして将軍義明が新たに描いた信長包囲網が動き出し、信長はまたも苦境に立たされるのだった。その頃、摂津の国石山本願寺では、賢女様、雑賀衆参戦、今到着いたした。孫一殿、よくぞ石山本願寺にお味方くださった。野田、福島での戦いの際、賢女様が立ち上がっていただけたため、この命は助かり申した。その恩に報いなけりゃ、孫一の名がしたるってもんですぜ。おう、懐かしい話よの。あれからもう6年も経ったということじゃな。時が過ぎるのは早いものよ。そうですね。しかし、蒙古衆が続々と本願寺に入ってきておるが、戦に動員できる層はどの程度なのだ。5万程度であろうかな。その他、信徒も含めれば10万は行くであろう。兵が多いのは頼もしいが、長島一向一揆のような兵糧攻めを受けたら、そう長くは持たぬぞ。毛利水軍や村上水軍から、大阪湾より物資を届けていただいておる。瀬戸内海を牛耳る村上水軍が守っておるのであれば、海上の心配はないが、あとは陸での輸送じゃが、この無駄城に荒木村重が水路を見張っている以上、川を登っての搬入は厳しい。となると、この傷で物資を受け取り石山まで運ぶことになるが、織田方の番直政がこの天王寺あたりに陣を構える動きをしていると聞いた。おそらく砦を作る予定なのであろう。久保様からのご内緒によれば、東より上杉謙信が間もなく動き出す。武田勝頼も織田に負けたとはいえ、脅威がなくなったわけではない。他にも信長に反旗を翻す大名が出てこようで、信長はここにばかり兵を避けぬ状況であろう。うむ、織田の主力が集まる前に敵兵と砦を潰していくが得策であろう。そうじゃな、孫一殿、頼みにしておる。お任せあれ。南無阿弥陀仏、南無阿弥陀仏。直政殿、砦の準備ご苦労であった。明智様、お待ちしておりました。明智殿、森口砦は先日完成した。これで淀川からの兵糧搬入を阻止することができましょう。藤孝殿もご苦労であった。直政殿、石山の動きはどうじゃ。うむ、日々門徒衆が増え続けており、10万近くは入っておろう。さらに奇襲の最下衆が援軍に入ったとのことだ。こちらの動きも伝わっておろうで、野戦を仕掛けてくるやもしれぬ。まだこちらは兵が集まってきてはおらぬで、無理な合戦は避けねばならぬな。十兵衛。サスケか、十兵衛と呼ぶのはそなただけぞ。まあよい、いかがした。信長からの書状を持ってきた。光秀、間もなく根頃衆が援軍として天王寺砦に入る。その到着を待ち、この合いを見て傷砦を攻めよ。夏頃にわしの本隊が摂津に入る。水軍を大阪湾に向かわせる予定じゃ。それまでに周辺の本願寺派の寺を焼き、田畑も使えるように荒らしておくのじゃ。一般門徒の投降呼びかけも忘れるでないぞ。よいな。よし、敵の補給路となっておる傷砦を目下の攻略先とする。
寝殺衆が来るまでに宇治高殿には本願寺寮の狩りたをするとともに一般門徒を遮面とする札を石山周辺に立ててくれ。わかった。早速取りかかる。直政殿は傷取りでの偵察をお願いしたい。かしこまりました。明智殿、拙者は何をすればよい。佐久間様はここにいていただくだけでよろしいです。遠慮するでない。何か手伝えることはないか。ここでどっしり構えていただくことが佐久間様の務めにございます。さすれば皆安心して働くことができます。そうであるか。嫡男信秀もおるが。親子でどっしり構えていてくだされ。そうであるか。ではそれがしは森川千鳥手に戻りまする。信長が摂津に向かうまでに石山本願寺の補給基地である傷取手を潰しておくように指示された明智光秀は早速その準備に取り掛かる。信長の思惑はまず毛利からの補給路を断ち、秋の収穫を見込めなくさせ、戦う意志のない門徒衆を石山から去らせた後、信長本体が取り囲み兵糧攻めを開始する算段であった。しかし思惑通りにはことは運ばなかった。玄女様、やはり天王寺に敵は本陣を置くつもりのようだ。何、信長がもう入ったのか。いや、信長はまだ京か岐阜であろうが、砦化した天王寺に織田家筆頭家老佐久間信盛が入った。寝殺衆の援軍も天王寺に入ったとのことじゃ。森川砦には明智光秀隊、森口砦には細川伏隆隊、そして野田城に荒木村重隊。まずは水路での補給を断つ戦略であろう。佐久間と申す者が総大将であれば、この天王寺の攻略が優先であるかの。逃げ癖のある佐久間の曇りじゃ。一斉に攻めかかればすぐさま退散するであろう。敵は狩りたも始めた。ここは猶予などない。急ぎ攻めるぞ。いや、砦となった天王寺に寝殺衆が入ったとも聞く。たやすくは落ちませぬ。こちらの被害もそれなりになる。ここは敵が動いた時が狙いであろう。石山を包囲している野田隊は信長が来たる前に動くのか。この傷取りで天王寺の丘兵が動くとすれば、海に接するこの砦を攻めるとき、砦から出てこればこっちのもの。なるほどの。野戦で兵を消耗させ、士気を下げて後の天王寺砦攻めか。佐久間信盛ならば颯爽と退散であろう。あとは織田が動くかどうか。一向衆の殲滅を謳う信長が、なぜかこたびは一般門徒の斜面を打ち出してきた。ならばそれに便乗し、傷取手の守備兵をわざと減らしておきましょう。さすれば隙ありとばかり獲物は動き出しましょうぞ。そしてわしの鉄砲の餌食になる。うむ、孫一軍の策で参ろう。では早速にも。南無阿弥陀仏、南無阿弥陀仏。天正4年1576年5月の3日早朝、傷取手の偵察を続けていた伴直政は、砦の守備兵が斜面を願い出て退去していくのを確認すると、傷砦攻略の絶好の好機と捉え出陣を決める。直政殿、出陣はまだ早い。まずは明智殿に伝えてからじゃ。砦兵の少ないこの機を逃しては勝てる戦も勝てません。寝殺衆とそれがしの部隊だけで十分でござりゆえ、佐久間様は天王寺を守っていってくだされ。これ待てぬか。伴直政が寝殺衆や機内より集まった兵も合わせ、およそ2000の兵を率いて傷砦に向かった。まもなく砦に到着するとき、突如鈴木孫一が率いる本願寺軍1万5000が現れた。ち、2000程度か。まあよい、裂いた鉄砲衆が軽く見せてやろうぞ。打ちかけよ。な、なに、伏兵か。数が多い。これは測られたか。2000の織田兵は予期せぬ鉄砲攻撃を受け、途端に混乱状態となった。その頃、明智光秀のいる森川千鳥に佐久間信盛からの伝令が入る。明智様、伴直政様が佐久間様の聞き止めに応じず、2000の兵を率いて傷取手に向け出陣。何、なぜ勝手に動くのじゃ。煙が上がっておるが、あれは傷取手方面だが、のろしでも砦が燃える煙でもない。あれは大量の鉄砲が作りし煙。いかん、最下衆の伏兵やもしれぬ。もしそうなら2000程度では向かぬぞ。急ぎ援軍に向かう。佐久間様には砦を固く守るように伝えてまいれ。は。伴直政隊が窮地に陥っていると悟った明智光秀は、動ける兵だけを連れ急ぎ天王寺砦方面へ向かった。
その頃、坂直政は鈴木孫一率いる本願寺隊に囲まれ、退却もできない状況になっていた。よし、鉄砲隊は次の砦攻めに備え、休め。弓隊放て、足軽隊は突撃せよ。これまでか。坂直政をはじめ、多くの織田兵や根頃衆が討ち取られ、天王寺砦に退却できた兵は千もいないほどであった。佐久間様、申し訳ございません。傷取り出手前で本願寺の伏兵に遭い、織田軍は壊滅。坂直政様は落ち死に。なんと、剣女め、傷取り出を狙う時を待っておったか。本願寺軍はこの砦に。はい、おそらく、この砦に向かってくると思われます。わかった。負傷兵の手当てを優先とせよ。はは。伝令、明智隊の援軍は、間もなく、この砦に到着します。おう。さすが明智殿じゃ、よくぞ危機を察した。佐久間殿、なぜ直政を止められなかったのじゃ。そう申されても、行くと決めたら行ってしまうやつじゃ。で、何のために佐久間殿が天王寺砦におられるのですか。家臣の暴走を唯一止められる立場であるからであろう。それがこのざまじゃ。そう申されても。してここに残る兵はどれほどに。負傷兵を除けば3000ほどじゃ。敵はほぼ無傷の15000。あの鉄砲の数からして最下衆鈴木孫一の部隊であろう。あるな。殿の真似をしている場合ですか。ひとまずどの方面からの敵襲にも対応するよう守備の指示を。わかった。サスケ、オルカ、呼んだか。急ぎ、今日の信長様に会って援軍の要請をしてまいれ。わかったぜ。明智光秀が天王寺砦に入ったすぐ後、傷で織田軍を壊滅させ勢いに乗る本願寺軍により、天王寺砦を囲まれてしまう。その頃、織田信長は京の明覚寺で各地の対応に追われていた。信長、急ぎの要件だ。サスケ、わしは将軍の代わりにやらねばならぬことが多く、忙しいのじゃ。出短に申せ。かくかく、近々だ。なんだと、坂直政が討ち死に、さらには光秀と信盛が3000兵でこもる天王寺砦では、15000の本願寺兵に包囲され、落城までもって数日じゃと。信長様、急ぎ迎えましょう。すぐにでもここを立つぞ。佐助は細川藤高や松永久秀に援軍に向かうように伝えてまいれ。わかったぜ。天正4年、1576年5月の5日、天王寺砦の戦況を聞いた織田信長は、諸国に動員令を出すとともに、わずか100兵を率いて河内の和歌城に入った。しかし、急な命令のため、兵はなかなか集まらない。頻繁に天王寺砦からもたらされる戦況を聞きつつ、信長は2日待った。信長殿、天王寺砦から矢の催促が入っておりまするぞ。敵は15000、こちらは3000程度。一度のからは、砦は、もってあと2日だと。いた仕方ない。ここは、敵の囲みの少ない場所から攻め込み、敵を蹴散らし、砦内に入る。その後のことは、状況を見て考えるとする。皆のもの良いか。まずは砦内の兵と合流することを第一と心得よ。無駄に敵兵と戦う必要はない。そして時もない。この後すぐに出陣とする。参るぞ。和歌城を立った信長率いる3000兵は、西に8キロ離れた天王寺砦に向け動き出した。その統率力は凄まじく、どの部隊も遅れることなく進軍し、数時間で砦までたどり着くと、休む間もなく東側を囲む本願寺兵に突撃を開始した。よいか、砦に入ることが目的ぞ。弓木場隊を先方に、長槍隊は敵を倒し前へ進め。恐れるでないぞ、者ども、かかれ。佐久間殿、ご覧なされ、あれは殿の馬印ですぞ。おう、誠殿の援軍であるな。涙が止まらぬ。全軍があの速度で砦に向かってきておるということは、まず砦に入るという策であろう。佐久間殿、向かってくる援軍が東門を目指しているなら、開けて引き入れまするぞ。承知した。その頃、背後から攻め寄せる信長本隊の猛烈な進軍に気づいた本願寺兵は、何、東から信長が来たんだと。急ぎ食い止めよ。孫一の指示に急ぎ迎撃の準備に入るも、隊列を整える間もなく織田騎馬隊が突撃した。よし、敵は浮き足だった。秀吉、撤退の骨貝を鳴らせ。
光秀と信盛なら砦撤収が目的だと気づくであろう。本願寺兵を蹴散らした信長本隊はわずかな犠牲だけで天王寺砦に入ることに成功した。援軍兵はそのまま砦の防衛に入ると、信長はすぐさま将を召集し軍議を開いた。殿、必ずが来ていただけると確信しておりました。信盛、泣くな、気持ち悪い。本来なら信盛と光秀にここまでの行き先を話させるところであるが、敵に囲まれた状況のままではそんな悠長なことを言ってはおられぬ。野田城の荒木軍を石山に向かわせ、本願寺兵を撤退させるのはいかがで。いや、あの鈴木孫一がここにおる以上、小細工は通用せぬ。やつはわしがこの砦に入ったことを知ったはずじゃ。なんとしてもここを落としに来よう。殿が入られたことで石山の権力から援軍が入る恐れもございます。それをここでじっとしておっても貢献はせぬ。いずれは打って出ることになるなら、わしは今すぐに動くべきじゃと思う。殿、いくら何でも今すぐでは兵も疲れておりましょうし。信盛、それを。敵は我らがすぐに打って出てくるとは思っておらん。そもそも籠城だと高をくくっておろう。その間に石山から援軍を呼ぶことは十分考えられる。打って出るなら敵本陣とは反対の南からが良いかと存じます。で、あるな。よし、皆の者、敵は完全に油断しておる。そこを突き、孫一のいない南から打って出る策で行く。敵は15000とて恐るるに足らず、敵が石山に撤退するまで攻め続けるで、しかと心得よ。根頃衆は砦より援護射撃を頼む。では行くぞ。わしに遅れを取るなよ。門を開けよ。かかれ。天王寺砦救出のため砦に入った織田軍は、一刻と立たず南小口より本願寺隊に向け突撃を開始した。籠城戦になるだろうと休息していた本願寺兵は驚き、急ぎ臨戦態勢に入るも、信長が指揮する織田軍に次々と倒されていく。孫一様、天王寺砦で南栗織田軍が攻めかかり、南口の防衛隊は壊滅。そのまま西に向かい織田軍がこちらへ迫っております。信長め、裏を開発無理。鉄砲集、備えに入れ。織田軍が来たら一斉に打ちかけ。織田軍の勢いがすごく、これで西を包囲していた本願寺隊も物の見事に蹴散らしていく。カブトクビ以外は打ち捨てにせよ。混乱する敵兵は脆いぞ。西口の包囲隊を蹴散らした織田軍はいよいよ鈴木孫一の本陣に向かう。来たな、信長。最下鉄砲衆の真髄を味わうがよい。よし、打ち勝てよ。突撃してくる織田軍に最下鉄砲衆の一斉射撃が襲う。恐れず突っ込むのじゃ。この時、先陣を切って織田軍を先導する信長の足に最下衆の放った鉄砲が命中した。殿、大丈夫にございますか。夢、かすり傷じゃ。それよりもこの勢いのまま孫一隊を攻め崩せ。敵は鉄砲頼みの部隊ぞ。この接近戦ではこちらが有利じゃ。わかりました。誰か殿の手当てを。続々と迫ってくる織田軍に鈴木孫一率いる鉄砲隊は徐々に押されていく。くっそ、本陣まで来られては分が悪い。ここは石山まで引くぞ。撤退じゃ。よし、敵は崩れた。撤退する敵兵を追え。織田軍は撤退する本願寺兵を徹底的に追い打ちし、終わってみれば石山本願寺そばまで攻め寄せていた。よし、ここらでよかろう。これで玄女もたやすくは石山から打って出ることはなかろう。信長様、鉄砲傷は大丈夫で。ははは、大事ない。皆の者、天王寺砦を死守できたは大きい。石山本願寺に向け高らかに叫べ。立ち退きじゃ。織田信長は足に鉄砲傷を受けながらも、本願寺勢15000のうちおよそ2000兵を討ち取る戦果を挙げ、明智光秀や佐久間信盛の窮地を救い、天王寺砦を死守した。そして陸路での石山本願寺の包囲を完成させ、本格的な兵糧攻めに取り掛かる。石山本願寺の権女はこの敗戦をきっかけに
野戦を仕掛けることをやめ、ひたすら援軍が来ることを待つ作戦に切り替える。本願寺の敗走を聞いた将軍義明は、織田の包囲を受けている本願寺の窮地を救おうと、毛利輝元に水軍を派遣させ、毛利水軍、村上水軍が大阪湾に急ぎ向かう。いよいよ、西国最大の大名、毛利軍との終わりのない戦いが始まるのだった。ここまでご視聴ありがとうございました。よろしければ、グッドボタンとチャンネル登録もぜひお願いいたします。それではまた別の戦場でお会いしましょう。雪村でした。